オオンン師師匠匠のりこんにちは、はい、ちは今日は、うんえー、ライトゲームの釣り方についてのお話なんですけど、うん、質問が来ておりまして、うん、ライトゲームで公安、まあ、部周りからボート釣り、まあ、ライトゲーム全般ですね、に。ボート含む。含むはい、ボート含む、おかっぱりからボートまで。うんうんうん でその中でソフトルアーとプラグ、うん、メタルジグのメリット、デメリットを教えてくださいメリット、デメリットか。はい、使い分けじゃなくて、メリット、デメリットに対する質問なんだね。まあでもまあ、使い分け出しどころということでもいいかなと思います。はい多分全部聞きたいんだろうけどね。そうなんですよね。勝負いかないからね、答える方は。<laughs> <laughs> おーじゃあま、まずはデメ,ットデメリットで考えましょうか。はいはい、分かってらっしゃると思うんですよ。ううんうん、うんうんえー、ある程度はね。例えば、メタルジグを水面に浮かべるのは無理です。はいデメリット。<laughs> うん、<laughs> 噛んだら硬いから、針にかかってなかったら高確率で吐き出す。うん <laughs> これもデメリット。はい、うん、プラグ。 フローティングならほっとけば浮いてますはいこれがメリットとデメリットと両極端そうですね魚が沈んでりゃ一切釣れませんうんでも魚が浮いてりゃ異常に強いですはいこれはメリットデメリット両両方だよねプラグの場合はいメタルジューはもう <laughs> そこに沈めてチョンチョンってゆっくりやるか 表層、中層をジャーク、ジャーク、ジャーク止めるとか、そんなやり方しかできないよね。はい、そこしかできないよという、重宝的なに、ね、幅狭いよっていう,うデメリットはあるけど、メタル塾のメリットは何かっつ言ったら、まず飛距離だよね。うん、プラグやワームの釣りじゃ、絶対打てないとこまで飛ばせるよね。はいうん、僕、以前炎上したことあるんだけどね。そ <laughs> うなんですか、うん 爆鳥塾の10グラムで100メーター投げたって言ったら、嘘つきってめちゃくちゃ2チャンネルで大炎上したこと <laughs> <laughs> あの男、は嘘つきだって、レオさん書かれてますよって、何がいや、これ見てくださいって、いや、見たくもないの、そんなもんいやいやいや、嘘つきだよ本当に100メーター飛ばしたんですか。まあ、俺のことだから、いちいち薪弱持ってって測ってねえよ、そんなもん。<laughs> で当時は単色のピーなんて少ないから10メーターマーカーがついてるじゃん。はははいはい、はいで、風吹いてるからライスラックも出るよ。うんで、し沈めれば水深もあるよ。大雑把に百100メーターよ、俺の場合だから。<laughs> 95とか91しか飛んでない可能性もあるけど、逆に言えば103飛んでるかもしれないじゃん。確かにどうでもいいんだ、俺、そういうこと。100ぐらい飛びましたねって言ったわけよ動画で。はい <laughs> めちゃくちゃでもねロングロットで細 PE で、うん、例えば追い風参考だったら1 0グ10で100ぐらい飛ぶんだよ、うん、スピニングでバーシーで当時だったら例えば九3 p e スペシャルなんていう武器があるんだよ確かにすっ飛びますがなあんたっていう話だよ、ね、<laughs> まあ余談は置いといて強烈なメリット、はい、あとデイで釣る時のメタル軸のメリットっていうのはフラッシングだよね それとワームやプラグじゃ出せないあの独特なトリッキーなアクションカーンカーンシャクって落としたらもういろんな動きをするよね、うん、まあそれはあのシンメトリーなメタル軸もあればアシンメトリー片方だけ膨らんでるこう、はい、なるよね、はい、シンメトリーのやつはいろんな方向に動くよねあとリアヘビーなフォルム 逆にフロントヘビーのフォルムそこら辺の使い分けがプラグじゃできないしワームでもできないよねうん案外メタルジグってあのなそういう例えばねえ何かないかの夏ジグを皆さんイメージして夏ジグって、はい、こう分厚いとこと薄いとこあるよねはいこれ前後付けするだけでアクション変わるよね当然うん変わりますねこれできないでしょワームとかプラグじゃ そこもメリットなのと特にデイではこのキラッキラッというフラッシングがワームじゃ出せないよね。うん、ワームにメッキ貼れないんで、はい、似たようなことはできても、まあ、圧倒的にこのキラッとしたのが何十メーターも向こうへ届くから特に昼の明るいうちだと遠くからフィッシュイーーを呼び寄せる力が強い。もう一つはメタルジグのメリットとしては。 岩場に着底させた時の金属をねガンっていうコーンとか、うんうん、これで根魚引っ張り出すことできるのは僕何回も言ってるはずはい。コンコンって。ボトムノッキングがあの重たい軸ヘッドよりもやっぱりベタル軸の方がいいんだよ、うんうん、あとめっちゃ早巻きできるよねそうですね、うん、でライトゲーマーさん早巻きしないよねうん。でも俺はライトゲーマーなんので早巻きするよねはい。 どれくらいかつたら回収速度で巻いたりするよね。うん、それで目まるって食っていくんだよね。そういうメリットもあるよね。うん、今はメタル熟度メリットデメリットをざっくり話してた。次プラグに行こうか。プラグはフローティングなら水面に浮かべておくことができる。はい、もう一つはスミスさんとコラボで作ったジェイドサスペンドのように、うん、リップのついたプラグを任意の深度1 5ンチなり3 0ンチなり リップの角度と長さで決められるんで、巻いたら。そこで止めたときに、浮きも沈みもせずに、サスペンド、止めることができる中層へ。はい。たーっと巻いてくると、ジェイドが30センチ潜りました。で、巻いてると、こう、ぐってるよね。はい。巻いてきて、パンパンパンってやると、こう、キュッ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 となるよね。プラグって。はい。スイッチで、パンパンパンって、キュッ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 。で、止めると、 サスペンドの場合ビタッと中枢で止まっとるよね。はい。これを利用して食わせることなんかメタルジグやワームリグじゃ無理だ。うん。これがプラグのメリットでもある。うううんうん、うん。あと何だろうプラグのメリット。フックがツーフックだったり長い身のプラグだったらスリーフックとかもできるよね。そうですね。で、基本的にトレブルフックがぶら下げられるよね。 うん、まあこれはメタルクも同様なんだけどまあそこも一つのメリットではあるのと、えー、スローフォールも作れるしフローティングも作れるしサスペンドも作れるっていうのがプラグの一番大きなメリット、うん、あと造形、はい、ファットなのスリムなのいろんな形で作れるよねプラグって。はい えー、すごいリアルにも作れるよね。うん。逆に跳ねつけたおもちゃみたいなことも作れるよね。はい。その辺のメリットってのはメタルジュグにもワームにもない。うんうんうん。うん、ただデメリットが何があるかっつったらこれは理由はわからない。理由はアジとかメバルに聞いてくれって話なんだけど。はい。<laughs> ワームでしか食わないことって結構あるよね。ありまですね。食わせの力は えー、メタルもプラグもワームに負けることが多いです。うん、そこがデメリットっちゃデメリット。なんだけど逆があるということを絶対忘れないようにしてください。プラグ、表層表層直下に例えばメバルがスイッチ入ってるときって、ワームで勝負したら多分トリプルスコアで負けますよ、プラグに。うんなるほど、うん あるいは、もう、ベイトがいっぱい入ってて、高速で追い回してるときに、あと、デイの釣りで、メタルジグにトリプルスコアで負けますよ、ワームは。うん、<laughs> バ鉄板バイブに、ワームがどうしても勝てないシーンを僕はナイトゲームで何回もやってるからね。うん、これは、ちゃんと、あの、アングリングソルトの中で、レオンたくみ アジングで検索してください。まだ見たことない皆さん。はい。僕があの瀬戸内の堤防でアジングしている動画が上がってます。で、ワームで一頭一匹釣れてる状態の中で、えー、当時ブリーデンのいた時代だからブリーデンの、えー、メメトラバイブ B バイブ。B、はい。B バイブ大事めちゃくちゃ釣れますよ。でカメラさんがあ、早速やってくださいって。で。 釣り方を説明してくださいって言うからはいじゃあ b ブ結んで投げました着点しましたここからってアクションを説明しようと思ったら着点した時に食ってんだよ全部お<ー>これがね3連発か4連発してアクションの説明ができない <laughs> ところが一頭一匹でワームで釣れてましたよっつっても1 5ムのジグヘッドにワームつけてボトムつけたら みんな誰もやってるようにボトムからちょん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 ってこう吊り下げて待って味が食ったらコンと合わせるんだけど、はい大体3回ぐらいやるじゃんちょ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 ん止めちょんちょん止めちょん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 止めコンあー来たーぐらいの感じじゃない、うん、ところがそのシーンではできないんだ投げましたずーっとツル,ツル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 糸出ていって B5 そこへ着手しました いいですかカメラさんこう動かし方はあごめんもう連れてったっていうのが連発 <laughs> おお<ー>これメタルジグでもあったうん、うんえー、ワームで一頭一匹で連れてる状態で3ムの爆笑ジグ入れましたそしたら着底してワンアクションでコンって食ってくるの明らかにメタルジグの方が早かった反応がなるほどじゃあ5ムにしたらどうなるのううんで、うん、5ムに変えました 着しないんだよ <laughs> 途中で食ってくるつまり中層にアジがいて 3g のスピードよりも 5g のスピードの方が反応が良かったうん。でピンときたから 7g の爆笑準備で買いました 5g よりもっと早く食ってくるんだよギューバチャてそういう釣りなのでカーブフォールね 沈めてたら、もう二三メーターいったところで、カーンってひたくるんだよ。お<ー>だから、そんなロケーション化においては、もう明らかに。メタル。ルアーの方が。のメリットが。如実に出てるってことだよね。うん、でも、い、アジをやるのに、いつもそうかっつたら。そうね、八十パーームが強いね。<laughs> うん。メタルの方が強い局面って、十パー二十パあるかないかだと思う。ずっとやってたら。うんうん、でも。 確実に圧倒的に強い場面もあるよって両方を覚えておいてほしいよね。じゃあ最後は、ワームリグのメリットデメリット。はい。えー、フグがかじる。確かに。ワームがフグなくなる。<laughs> <laughs> 何言ってんだ。ずれる。はい。うん。消耗激しいよね。うん。めんどくさい。 はい、それから水面で止めれません。アピールがプラグよりもメ,メタルジグよりも弱い。うん、特にデーゲームにおいては明らかに弱い、うんうん。一番強いのはメタル。次がプラグ。なぜならプラグって、ウ、え、ォ、ー、ブルっていうのはこう左右の動きね、はいで。ローリングっていうのはこう,う,こう回る動きね。 うん、ウォブりながらロールするのも、ウォブンロールっていうプラグがあるよね。はいこれで、プラグの側面には、キラキラするものが貼ってあるじゃん、はははいはい、はいホログラムシートが。はい、これがメタルジュークと同じく、遠くまで光が届くので、うん案外、常夜灯でも光ってるんだよ、当たり前に十分、うん、それがウォブンロールでこうやったり、あと、手打ちかけて、カン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 になった時に、キラ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 ッするよね。はい そうするとスイッチが入ってるフィッシュイーターはジグ減ッてのワームを引っ張ろうがワインドかけようが圧倒的にプラグのフラッシングの方が遠くから寄ってきて食いついてくれますよね。うんだからワームはそこができないメリあのデメリットはある。確かにただ投げた範囲内流し込んだ範囲内に魚がいてくれたら口を使わせる食わせる噛みつかせる飲み込ます。 力はやっぱりワームは圧倒的っていうのがワームのメリットだよね。うんまあでメリットデメリットっていう質問だったんでそこに答えるならば今述べたことが以上でそれを昼間にどう利用するのか夜にどう利用するのかボートだったらどういうふうなつもりで利用するのかおかっぱりだったらどうするのかっていうのはつどつどやっぱりご自分で一つずつ経験しながら 覚えていくしかないので、今僕にその一つ一つ全部語りつたら、これ四時間五時間もかかってしまうんで。そうですね。<laughs> 大長編になっちゃいますね。うん。だからここから先もう一度ねここに関して質問があるんだったら、もっとスポットで抜いてほしい。うんうんうん。メタラジュクで味をするときに昼つるときにどうしたらいいんですかとか。うん。夜つるときどうしたらいいんですかとか、ね。いくつかに分けて何回も聞いてほしいよね。そうすると。そうですね。 我々もネタが尽きないんで助かります。<laughs> <laughs> よくこの手の,あのリグのお話、うん、の種類のお話でよくリオン氏をおっしゃってるのが、例えばメタルジグで釣るぞってなったら、もう半年とか1年やり込みまくれっていうのは大事ですよね。それしか持っていくなんそう、それしか持っていかないでね。<あ>いろんなもの持っていくから、いつまでたっても覚えられないで点の決意で 行くっていう言っとくけど俺やったからね丸10ヶ月メタル塾しか持っていかなかっただって負けたんだよ。お<ー>知り合い友達と友達が連れてきた友達がメタル塾のスペシャリストで小天パにされた。お<ー>昼と夜2回にわたって。もうどもうもどれぐらいだろう ?5 対1とか10対1ぐらいの差で。お<ー>すごいのよ。ここで 何が僕の邪魔をしてたかって言ったらね固定観念だよ。うんだから僕はずっと固定観念からの脱出。常識を破ろって言ってるなるほど。メタルジグ餌じゃないから食わないと思ってるんだよ、みんな。うん特に餌から出発した人はその傾向強いんだよ。ああ、確かに一番餌から対極っぽい感じに感じますよね。硬いし。<laughs> そうで、餌じでなくてもワームでルアーを始めた人は。 あのやっぱりワームの方が食わせ力あるってのはもうこれ現実だし分かってるよねだからもう最後ねこれものすごく面白いことを俺発見したんだはい、はい、20年ちょっと前になると思うんだけどあの最初に発見したのはジグヘッドにワームで護岸、えー、にこう手すりがあって、はい、そこから割と元岩がこう点々とするシャロフラットなとこ行って。 投げてメバルが釣れるのよボトムつけてよくバとバカーンって。はい、でこれ動かさなかったらどうなるんだろうって実験したのよ。おお、なるほど。投げて着底したらラインスラック取って手すりに竿を立てかけて置いといたらジュゲットそこついてる状態よ。はい。コーンって入ると竿が。<laughs> <laughs> 置き竿をうわーめっちゃ釣れるじゃんって。で そ,俺そうなると興味がつけないからこれメタル塾でやったらどうなるのってなったはいはいはい。釣れるんで。<laughs> 置いてるんだよ。立てかけてるんだよ。えー、っていう話をこれ本人の名誉のために名前出さずに置くけど某大手メーカーのテスターしてる人ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> 一緒にボートで行ってメバル釣り行った時に仕掛けてやろうと思って。ねえねえ。 メタルジュグをそこにつけたままでメバル釣れると思ったら「いや釣れんでしょう」本当いや釣れんでしょう。そこ置いとくんでしょうっていうか。そうよ。そこにつけたままで。いやそりゃ釣れんでしょう。って。よし。じゃあ今からかけようかと。釣れたら俺の勝ち。釣れなかったら君の勝ち。30分間勝負。はい。で、お互いタバコ吸いだったからタバコ3箱かけて。<laughs> で 場所は岩国、<laughs> 僕の僕、で夜、うん、真下に爆鳥時期の3グラム沈めて、沈んだところで船べりに竿を置いて、ラインスラック取って置いとくだけ。お<ー>で、タバコ出して火つけて、見ててみん、竿をって <laughs> いやいや。いや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 、こう竿ね。 俺タバく吸ってるねいや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 ここ,こ,こおおみたいな五 <laughs> <laughs> 連発すごいそれはじゃあ十五箱になるんですににタバコだけでからねあのルアーフィッシングって僕ずっと言ってるけど意外性と驚きがあの僕がルアーフィッシングのハマった根底にあるわけよ。うん。 だからもう極端な申し訳ない言い方をするとジグヘッドにワー,ームで釣るの当たり前すぎるんだよ、もう僕の中じゃ、うんうん。そっちの方が釣れるんだよ、20も30も。うん、だからメタルジグもボートのへりから下ろしてそこつけてても、ね、3匹、5匹釣るのにめっちゃ時間かかるわけよ。うんうん、だからたくさん釣るのが楽しいのか、メタルジグの放置プレイで。 3匹釣るのが嬉しいのか人それぞれじゃん確かに、うん、でも釣れること自体が驚きでしょそうやらない人から見たらうん釣れるんですここまで喋ったらもうさ最後の秘訣だけ言っとこうはいお願いしますいやいやそんなことないだろうって疑う人いるからね、うん、釣れるメカニズムだけ説明しとくよメタリズムね ボートが沈めてベタっと置いといたら釣れないよはいラインスラックを取って腹ず緩めずって言いながらちょっと浮かしとくちょっとだけおおなるほどでボートを渓流してるけど海の水ってこうなってるからはいメタルジェクがこう動くんだよなるほどこれでそこにいるメバルコーンをってくるんだよ <laughs> <laughs> でも ね3 g 5ムもあるメタル軸がボトムについてこうやってても所詮金属の塊じゃないか、うん、なんでそれに食いつくのって不思議な人がいっぱいいると思うのよき見てる人が、うん、でも現実には釣れるから、ねうん、まああのー、ご質問の内容からちょっと外れちゃってるけどそのメリットデメリットに関しては究極の姿がそこにもあるよっていうこともね、うん、あえてうん。 はい、ということでね、えー、返事に返させていただくんですが、最後に、ちょっとせっかくだから面白いものを見せた。えー、なんク,クですね。うん。カサゴや旗用の、えー、クランクを今、ちょっといろいろと仕込んでます。お、なんと、キューベも知らなかったです。知らない、俺しか知らないもん。早く欲しいな。<laughs> あの。 まあ他のメーカーさんもやってらっしゃるんだけど、ここに愛をつけて、シンカーブら下げられるようにすれば、そうね、水深3メーターぐらいまでのゴルターだったら、何もしなくてもこのまま巻いてくる、そうですねでリップラップ、ゴンって石に当たったら、巻く手を止めるだけで、こう浮いてくれる、うん、ゴンってきますっていう。あの、はい なんかね、今のメタルジグをボトムに置いていてメバル釣れるか釣れないかの話の延長線上だからね、これ真剣になって聞いててね、うん。エビ系、カニ系のワームで、テキサスで、あるいはジカリグで、フリリグでやらないと、旗うまく釣れないと思ってる人は、プラグって案外それ以上に釣れるんだよね。うん冬。あの、パターンハマる浮遊感があるから。うん。 それはエミコンやアビコンで実証してるはずなだよ、僕はで、ほ、ね、にもクランクで生地旗釣ってる人なんかたくさんいるからね、世の中。うん、えやってる人は分かってるんだよ、うんうん。テキサスでこうやってもなかなか食ってこない生地旗がタイミングによっては、こいつがこうやって石をコツコツコふーっといた瞬間にも猛烈とドバーンってくるなんて。 相手は生き物でいろんなものを食ってんだよ。イカ食ったり、タコ食ったり、エビ食ったり、カニ食ったり、いろんなもの食ってるわけ、キジャタならキジャタは。うん、ワームでそこペコペコとか、よくあの岩に引っ掛けてこうやってシェイクしてまとめてこうやってやってるよね。はい。あの動きじゃ反応しないやつでも、これがゴツ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 プカっかれたらドーンくるやつがいるのは当たり前でしょ。よくあのテキサスとかでハタつってて、みんなあの、 寝掛かりが外れた瞬間に食いましたとか言うじゃないですか。あのでも逃げていくのとかはね、まさにさっきのクランクの動きみたいなね。そう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 。うん、ということでね、あのまあ、何社かもう出してらっしゃるんですけど、僕ね、多分30年以上前にもやってんだよ、何回も。うん、以上じゃん言い過ぎか。25年から30年近く前かな。あの普通のバス用のもっ,とこんなもっと大きいクランク。これ、ちっちゃいからね。うん 普通6センチ、7センチあるよね、バス、もっとファット、うん、それで普通にゴロタ浜行ってごつごつやったら、もう20センチぐらいの加コとかいっぱい釣ってるもん、ね、昼間だからなかなかキジアタとか食わずに釣れるのは加コ添いなんだけど、うん、フランクで釣る面白さってのがあるだけよありますね。めっちゃ楽しいっていうの、ね。てここで、あのキュウベイは偉いので宣伝しておくと。 目ザカナでクランクを巻きたいという人は絶対にインクスの,の711のガリンペイロがぴったりなんで。おおやってるからわかるよね。そうなんです。あれは僕の中ではもうクランク専用ロットと言ってもいいぐらい。あれほんと向いてるよね。向いてますね。プラグ向きですね。えー、でそういうクランクとか巻きがの抵抗クをがおティップの加減とその曲がり方がいいんだよね。そうです普通の 言ってるロックフィッシュロットだと、竿が硬すぎて、クランクなんか巻いてらんないんですよ。熱すぎる。<laughs> で、俺が巻き物好きだから、はい、自然にああいうテイストの竿を作っちゃうんだよね。そうなんです。すんげえクランク向きですよ。だから、うん、あのこの間もう、うちのモッキー姉さんにお願いして、ナマズゲームのモニターさん募集してたろ。そうですね、今もまだ募集中ですが、募集中。もう、この動画の頃にはもう締め切ってますけど。 あれは、はだからプラグ投げるよね、なまずゲーム。はい。すっごく向いてるしあのショートバイトで乗らないことが多いナマズがガッツンかかるからね。う,ーんうん。まあ、ということでねあのー、今まではまだ時期尚早々でちょっと作る気にならなかったんだけどようやく僕が、えー、もう20年以上前からクランクで寝魚釣ってる僕が出す気になりましたんであれやこれやテストしながらね煮詰めていきますので皆さんご期待ください。 えー、あ楽しみだなんと深釣り堀で新情報が <laughs> ありがとうございます。<laughs> じゃあ,あの皆さん今日も視聴いただきありがとうございました。なんかあの釣り方リグの今日お話でしたけどもうちょっとあのできたらあの細かくですね今日さっきお話でもありましたけどピンポイントにこの釣りどうなのとかあるとう,ん、こうがっつり深深掘りできますので。 そこんな感じで是非質問を寄せていただけるとありがたいです。あと是非チャンネル登録と動画へのグッドボタンもよろしくお願いします。じゃあ、リょン師ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またね。